今回はウマ娘がなんでこんなに人気なのかについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。ウマ娘って、ウマ娘プリティダービーってやつだな。そうね。最近、よく耳にするわ。あれ、ウマ娘って、簡単に言うと、馬が人間になったやつだぜ。え、そうなの？そうなんだぜ。馬の姿をした女の子で、レースとかもするんだ。レースって、競走馬のレース？そうだよな。でも、ウマ娘の場合は、人間が乗るんじゃなくて、ウマ娘自身が走るのさ。へえ、そうなんだ。しかも、ウマ娘は、実在の競走馬をモチーフにしてるんだぜ。じゃあ、例えば、シンボリルドルフとか、東海帝王とかも、ウマ娘として存在してるの？そうなんだぜ。実在の競走馬の性格とか特徴を、ウマ娘に反映させてるんだ。じゃあ、有名な競走馬が、みんなウマ娘になってるってわけね。まあ、ほとんどの有名競走馬は、ウマ娘になってるって考えていいだろうな。すごいわね。じゃあ、ウマ娘って、実在の競走馬の名前とか、歴史とかも、知ってないと楽しめないの？いや、そんなことはないぜ。ウマ娘は、あくまでフィクションだから、競走馬の歴史とか、知らなくても楽しめるぞ。でも、やっぱり、歴史とか知ってたら、もっと楽しめるのかな？もちろん、知ってたら、もっと楽しめるだろうな。じゃあ、どういうところが、面白いのかしら？ウマ娘の魅力はいろいろあるけど、一番の魅力はウマ娘たちのキャラクターだな。キャラクター？そうだな。実在の競走馬をモチーフにしながらも、オリジナルの粉キャラクターがたくさんいるんだ。例えばどんなキャラクターがいるの？例えばシンボリルドルフはクールで自信に満ち溢れた女の子だ。東海帝王は明るく努力家な女の子だ。へえ、そうなんだ。他にも、それぞれのウマ娘に、粉キャラクター設定がされているんだ。じゃあ、ウマ娘って、キャラクター重視のゲームなのかな？まあ、そうだね。キャラクター重視のゲームだけど、レースゲームとしても楽しめるように、育成要素とか、レース要素とかも充実しているんだ。育成要素って、どういうこと？ウマ娘は、トレーニングとか、レースを通して、能力を上げていくことができるんだ。レースで勝つためのトレーニングとか、そういうことね。そうだよな。レースで勝つためには、トレーニングで能力を上げたり、アイテムを使ったり、いろいろ工夫する必要があるんだ。なるほどね。そして、レースでは、他のウマ娘と競い合って、勝利を目指すんだ。実際の競走馬みたいに、逃げとか、先行とか、差しとか、そういう戦略もあるの？もちろんあるぜ。ウマ娘は、実在の競走馬と同じように、逃げ、先行、差し、追い込みなど、様々な戦術があるんだ。じゃあ、レースは、戦略を立てて、戦う必要があるってわけね。そうだよな。戦略を立てて、他のウマ娘と競り合って、勝利を目指していくんだ。面白、そうね。ウマ娘は、キャラクター、育成、レース、様々な要素が組み合わさって、面白いゲームになっているんだぜ。なるほどね。だから、ウマ娘はいろんな人に愛されてるんだ。そうか、納得だわ。ウマ娘は、実在の競走馬をモチーフにしてるけど、あくまでフィクションなんだ。そうよね。だから、ウマ娘の世界を自由に楽しむことができるんだ。確かに、ファンタジーの世界みたいで、ワクワクするわ。ウマ娘は、現実とフィクションが融合した、新しいタイプのゲームなんだぜ。そうよね。だから、ウマ娘は、多くの人を魅了するゲームなんだ。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はウマ娘がなぜ今人気なのかについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。ウマ娘って、最近また人気が再燃してきてるよな。そうよね。よく聞くようになったわ。もともとは2021年にゲームがリリースされて、その勢いでアニメも放送されたんだぜ。そうだったわね。その後、2022年には映画も公開されて、さらに人気に拍車がかかったんだ。なるほど。映画の影響も大きいのかしら。映画は、ウマ娘、プリティダービー、ロアッド、とデイ、トップってタイトルで、ゲームとアニメの内容を再編集したものだったぜ。そうだったのね。
って、2023年派、ウマ娘のゲームがアップデートされたり、新たなイベントが開催されたりして、さらに人気が高まっていったんだぜ。ゲームのアップデートも、人気の要因になるのね。ゲームの内容が充実して、さらに面白くなったから、新規プレイヤーも増えたんだと思うぜ。なるほどね。それに、2023年派、ウマ娘のリアルイベントも開催されたんだぜ。リアルイベント？例えば、ウマ娘のキャラクターが実際に舞台に立つライブとか、ウマ娘とコラボしたグッズ販売とか、そういうイベントが開催されたんだぜ。わあ、楽しそう。リアルイベントは、ファン同士の交流の場になったり、ウマ娘の世界観をより深く体験できる機会になったりして、人気が高まったんだぜ。ファン同士の交流って、すごく大切よね。それに、ウマ娘は、声優さんの演技やキャラクターデザインも魅力的なんだぜ。確かに、声優さんの演技もキャラクターも魅力的よね。声優さんの演技は、キャラクターに命を吹き込むような、素晴らしいものがあるぜ。そうよね。特に、好きなキャラクターの声優さんの演技は、何度聞いても飽きないわ。キャラクターデザインも、可愛らしいものからかっこいいものまで、様々なデザインがあって、みんなに愛されるものばかりなんだぜ。そうね。それぞれのキャラクターが魅力的で、個性豊かだわ。それに、ウマ娘は、競馬とアニメ、ゲーム、音楽、様々な要素が組み合わさって、幅広い層に人気があるんだぜ。なるほど。だから、多くの人に愛されているのね。ウマ娘は、単なるアニメやゲームではなく、一つの文化として、多くの人々に愛されているんだぜ。そうね。ウマ娘を通して、競馬に興味を持つ人も増えたみたいだし。競馬に興味を持つ人は、実際に競馬場に行って、レースを観戦したり、馬券を買ったりする人もいるんだぜ。競馬場って行ったことないわ。機会があれば、一緒に競馬場に行ってみようぜ。いいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はウマ娘のキャラ人気について解説するぜ。よろしくお願いするわ。ウマ娘って、やっぱ人気キャラ多いよな。そうよね。どのキャラも魅力的だもんね。最近、海外のウマ娘人気投票の結果が出たんだぜ。え、海外でも人気なのね？もちろん、海外でもウマ娘は人気なんだぜ。すごい。どんな結果だったの？1くらいは、なんとオグリキャップだったぜ。オグリキャップ。意外。海外でもオグリキャップは人気なんだな。でも、オグリキャップって、日本でも人気だよね。そうだな、日本でも人気キャラだ。じゃあ、海外でもオグリキャップ人気って納得だわ。でも、海外だと、オグリキャップ以外にも、人気キャラがいるんだぜ。え、どんなキャラ？海外では、サイレンス鈴鹿が人気なんだぜ。サイレンス鈴鹿？サイレンス鈴鹿は、海外でも人気が高いんだぜ。サイレンス鈴鹿も、確かに魅力的よね。あとは、スペシャルウィークも人気なんだぜ。スペシャルウィークも人気なのね。スペシャルウィークは、海外でも人気が高いんだぜ。なるほどね。海外だと、また違うキャラが人気なのね。そうだな。海外だと、日本とは、人気キャラが違うこともあるんだぜ。面白い。海外のウマ娘ファンは、日本とは、ちょっと違う視点で見てるのかな。もしかしたら、海外のウマ娘ファンは、日本とは、違う文化の影響を受けてるのかもしれないわね。そうかもしれないな。いずれにしても、海外でもウマ娘が人気なのは嬉しいことだな。本当に？ウマ娘人気は、世界に広がってるんだぜ。すごい。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はウマ娘の人気キャラについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。ウマ娘って、リアルな競走馬をモチーフにしたアイドル育成ゲームだよな。そうよね。で、その中でも人気キャラって、やっぱり何か共通点があるんだぜ。どんな共通点があるのかしら？まず、見た目。見た目。可愛いとか、かっこいいとか、とにかく目を引くビジュアルって重要なんだぜ。なるほどね。例えば、東海帝王とか、サイレンス鈴鹿とか、みんな魅力的な見た目をしてるだろ？確かに。それに、キャラ設定も重要なんだ。キャラ設定？例えば、東海帝王は、天才だけど努力家って設定だし、サイレンス鈴鹿は、クールでミステリアスな設定なんだぜ。
なるほどね。これらのキャラ設定が、ファンを引きつけ、人気につながるんだぜ。そうか。そして、もう一つ重要なのが、ゲーム内での活躍だ。ゲーム内での活躍？強いキャラは、やっぱり人気が出やすいんだぜ。確かに。例えば、スペシャルウィークとか、ゴールドシップとか、みんなゲーム内で強いキャラとして有名なんだぜ。なるほどね。強いキャラは、ゲームをプレイする上で役立つから、人気が出やすいんだよな。そうよね。もちろん、声優さんの演技力も重要だぜ。声優さんの演技力？声優さんの演技によって、キャラの魅力が何倍にも増すことがあるんだぜ。なるほどね。例えば、ウマ娘のゲーム内で、東海帝王の声優さんは、本当にパワフルで、まさに天才的な演技をするんだぜ。それは見てみたいわ。ゲームで実際に見てみると、きっと納得するよ。そうかしら。だから、ウマ娘の人気キャラには、魅力的な見た目、キャラ設定、ゲーム内での活躍、そして声優さんの演技力、これらの要素が全て揃っているんだぜ。なるほどね。つまり、ウマ娘の人気キャラは、単に見た目だけじゃなく、ゲーム内での活躍や声優さんの演技力、キャラ設定など、様々な要素が組み合わさって人気になっているんだよな。そうか、いろいろな要素が組み合わさっているんですね。だから、ウマ娘の人気キャラは、これからも多くの人に愛されるんじゃないかな。そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はウマ娘の人気の理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。ウマ娘って、最近めちゃくちゃ人気だよな。ほんとよね。周りでも、よく話題になってるわ。なんでそんなに人気なのか、気になるよな。そうなのよね。理由が知りたいわ。まず、ウマ娘の魅力は、可愛い女の子が、実在した名馬の姿をしているところだぜ。確かに。あの、馬の耳と尻尾が可愛いよね。そうじゃなくても、女の子たちはみんな、このデザインで魅力的なんだぜ。いろいろなタイプの子がいるから、きっと、みんなのお気に入りが見つかるわよね。それに、育成システムも面白いんだぜ。育成システムって？ウマ娘を育てて、レースに出場させて、最強のウマ娘を目指すシステムだぜ。なるほど。トレーニングとか、レースの戦略を立てて、最強のウマ娘を目指すのね。そうだな、育成には、いろいろな要素が絡んでくるから、やり込み要素が満載なんだぜ。楽しそうね。私もやってみたくなってきたわ。それに、レースシーンも迫力満点で、見てて飽きないぜ。私も、レースシーンは大好きよ。特に、あの、ゴール前の追い上げはいつもドキドキするわ。ウマ娘は、ゲームだけでなく、アニメや漫画など、様々なメディア展開もしてるんだぜ。そうよね。いろいろな作品があるから、ゲーム以外でも楽しめるわ。最近は、海外でも人気が出てきてるらしいぜ。ほんと？海外でも人気なのね。いろいろな国の言語で、ウマ娘のゲームがリリースされてるんだぜ。すごいわね。世界中で愛されてるんだね。そして、このウマ娘の魅力は、無課金でも十分楽しめるという点だぜ。え？無課金でも楽しめるの？もちろん、課金すれば、育成を有利に進められるけど、無課金でも、コツさえつかめば、十分に楽しめるんだぜ。それは嬉しいわ。私も、無課金で楽しみたいわ。無課金でも楽しめるように、いろいろなイベントやキャンペーンが開催されてるんだぜ。イベント？どんなイベントがあるの？例えば、無料ガチャや、育成をサポートしてくれるアイテムの配布など、いろいろあるぜ。それは、ありがたいわね。他にも、友達と協力して、レースに挑戦できるモードもあるぜ。友達と協力できるの？楽しそうね。ウマ娘は、みんなで楽しめるゲームだから、友達と一緒にプレイするのもおすすめだぜ。そうね。友達と一緒に、最強のウマ娘を目指そう。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はウマ娘について解説するぜ。よろしくお願いするわ。ウマ娘って、なんでこんなに人気なんだよな？確かに、いろんなところで見かけるわよね。ゲームもアニメも、最近では競馬場でもコラボしてるみたいだし。ゲームが人気なのはわかるんだけど、なんで競馬まで巻き込むんだ？ゲームでウマ娘を知って、
実際の競馬に興味を持つ人が増えたのかな？各家に、ゲームで好きな馬娘の競走馬が実際にいるって、ファンとしては気になるよな。私も、ゲームで知った馬娘の競走馬を応援したくなるわ。でも、それって、ゲームで馬娘を知った人だけじゃないんだぜ。どういうこと？例えば、馬娘のアニメを見て、競馬に興味を持った人もいるだろうし、競馬ファンが馬娘に興味を持つケースもあるんだ。なるほど。ゲームから、競馬に興味を持つ人もいれば、競馬から、馬娘に興味を持つ人もいるってことね。そうだな。つまり、馬娘は、ゲーム、アニメ、競馬という、異なるジャンルのファン層をつなぐ役割を果たしているんだ。すごいわね。しかも、馬娘は、単にゲームやアニメとして楽しむだけじゃないんだぜ。どういうこと？馬娘は、実在の競走馬をモチーフにしているから、歴史や文化、そしてスポーツという側面も持っているんだ。なるほどね。だから、競馬ファンも興味を持つのかしら？そうだな。馬娘を通して、競馬の歴史や文化を学ぶ人もいるし、実際に競馬場に行って、競走馬のレースを見る人もいるんだ。私も、馬娘を通して、競馬に興味を持ち始めたわ。そうか。なら、今度一緒に競馬場に行こうぜ。いいわね。楽しみ。それと、馬娘は、海外でも人気が出ているんだぜ。本当？中国では、馬娘のコスプレイヤーもいるんだってな。すごいわね。海外でも、馬娘を通して、日本の文化や歴史に興味を持つ人が増えているみたいだ。それは素晴らしいことね。このように、馬娘は、ゲーム、アニメ、競馬、歴史、文化、スポーツなど、様々な分野に影響を与えているんだ。なるほどね。だから、こんなに人気があるのかしら。だな。馬娘は、単なるゲームやアニメを超えて、文化現象になっているんだ。すごいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は馬娘の人気について解説するぜ。よろしくお願いするわ。馬娘って、最近めちゃくちゃ人気だよな。ゲームもアニメも、それに関連グッズも売れてるし、コスプレ界でも話題になってるんだぜ。本当よね。街で見かける馬娘のコスプレイヤーさんも多いし、ネットでも話題になってるわよね。でも、なんでそんなに人気なの？それはね、馬娘が、単なる競馬ゲームやアニメじゃないからなんだぜ。どういうこと？馬娘は、競馬とアイドル、そして育成ゲームを融合させた、今までにない新しいコンテンツなんだぜ。なるほど。確かに、馬娘のキャラクターたちは、みんなアイドルみたいに可愛いし、歌も上手よね。そうなんだ。しかも、馬娘のキャラクターたちは、実在した名馬をモチーフにしてるんだぜ。だから、競馬ファンも、アイドルファンも、育成ゲームファンも、みんな楽しめるわけだ。なるほどね。だから、いろんな人が楽しめるから、人気が出てるのかしら。そうだな。それに、馬娘は、キャラクターたちの個性やストーリーも魅力的なんだぜ。確かに、馬娘のキャラクターたちは、みんな、個性豊かで魅力的よね。それぞれのストーリーも、感動的だし、応援したくなるわ。そうだろう。だから、馬娘は、単なるゲームやアニメとして楽しむだけでなく、キャラクターたちの人生や夢に共感して、応援したくなるんだぜ。そう考えると、馬娘の人気も納得できるわね。それに、馬娘は、コスプレ界にも大きな影響を与えてるんだぜ。どういうこと？馬娘のコスプレは、クオリティが高いものが多くて、見てるだけでも楽しいんだぜ。確かに、ネットでも、クオリティの高い馬娘のコスプレ写真を見かけるわ。そうなんだ。しかも、馬娘のコスプレをすることで、ファン同士の交流も活発になってるんだぜ。なるほどね。コスプレを通じて、馬娘ファン同士のコミュニティも生まれてるのかしら。そうだな。馬娘は、ゲーム、アニメ、コスプレなど、様々な形でファンを楽しませてるんだぜ。本当に、馬娘はすごいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は馬娘のブームについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。馬娘って、今や社会現象になってるよな。ゲームもアニメも映画も、どこもかしこも馬娘だぜ。本当にそうよね。街中を歩いても、
ウマ娘のポスターやグッズを見かけるわ。なんでこんなにウマ娘が人気なのか、不思議に思ったことないか？確かに不思議よね。なんで、こんなに、みんな、ウマ娘に夢中になっているのかしら？まず、ウマ娘は、美少女、と、競馬、を組み合わせた、まさに最強のコンテンツなんだぜ。美少女と競馬、確かに魅力的ね。ウマ娘のキャラクターは、みんな可愛くて魅力的だ。粉デザインもさることながら、それぞれのウマ娘には、実在する競走馬のエピソードや特徴が組み込まれているんだ。なるほど、だから、競馬ファンも納得できるのかしら。そう、実在の競走馬のストーリーを知っている人なら、さらにウマ娘への愛着が深まるんだぜ。じゃあ、ウマ娘は、競馬ファン向けの作品なの？そうとも言えるけど、競馬を知らない人でも楽しめるように、わかりやすくストーリーが作られているんだ。そうなのね。だから、幅広い層に人気があるのかしら。それに、ウマ娘のアニメは、友情や努力、勝利を変えた、王道的なストーリーなんだぜ。確かに、アニメを見ていると、自分も頑張ろうって思えるわ。まさに、ウマ娘は、老若男女問わず、みんなを夢中にさせる魅力を持っているんだ。わかったわ。ウマ娘は、美少女、競馬、そして感動的なストーリーが合わさって、みんなを魅了しているのね。そう、だから、ウマ娘はここまで人気になったんだぜ。改めて、ウマ娘の魅力を感じたわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回はウマ娘がなぜこんなに人気なのか、解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、ウマ娘って、リアルな競走馬をモチーフにした、育成シミュレーションゲームなんだぜ。そうよね。でも、なんでこんなに人気なの？理由はいくつかあるんだぜ。まず、キャラクターデザインが魅力的なんだ。確かに、可愛い子が多いわよね。そうだな。美少女キャラが好きな人は、まず引きつけられるだろう。それに、各キャラクターには、元になった競走馬の特徴が反映されているんだ。例えば？例えば、東海帝王は、実在の東海帝王と同じように、気性が荒いんだけど、内に秘めた熱い情熱を持っているという設定なんだ。なるほど。他にも、オグリキャップは、実在のオグリキャップと同じように、努力家なキャラクターとして書かれているんだ。そういう細かいところまで、こだわって作られているのね。そうなんだ。だから、実在の競走馬を知っている人でも、楽しめる要素が満載なんだぜ。ファンも、嬉しいよね。そして、もう一つの大きな理由は、育成シミュレーションゲームとして、完成度が高いからなんだ。育成シミュレーションゲーム？要するに、キャラクターを育成して、レースで勝利を目指すゲームのことだ。なるほど。ウマ娘は、育成要素が非常に充実していて、戦略性も高いんだ。具体的に？例えば、どのスキルを育成するのか、どのレースに出場するのか、どのサポートカードを使うのか、といった選択肢が、たくさんあるんだぜ。それって、結構大変そうね。各課に、最初は戸惑うかもしれない。だけど、だからこそ、奥深い面白さがあるんだ。そうか。それに、育成過程で、キャラクターとの絆を深めていくことができるのも、魅力の一つだ。それは、嬉しいわね。レースに勝利すると、達成感も大きいし、育成したキャラクターへの愛着も増すだろう。確かに。さらに、ウマ娘は、ゲーム内で、他のプレイヤーと交流できる要素も充実しているんだ。どういうこと？例えば、レースで他のプレイヤーと競い合ったり、チームを組んで協力したり、といったことができるんだぜ。それは楽しそうね。そうだな。このように、ウマ娘は、キャラクターデザイン、育成シミュレーションゲームとしての完成度、そして、プレイヤー同士の交流、といった、多くの魅力が詰まっているんだぜ。確かに、人気の理由がわかるわ。だから、ウマ娘は、幅広い層の人々に愛されているんだよな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。